毎年2回丸井今井札幌本店で行われる全国うまいもの大会。今回は全国各地のご当地グルメが楽しめる77店舗が出店しました。実演販売も行われ、初出店となった山形県の米沢牛三昧弁当はステーキとすき焼き、焼肉が一度に贅沢に味わえます。柔らか、もう噛むほどに米沢牛の旨味がどんどん出てくる。すごく美味しい。全国うまいもの大会は今日から今月28日まで開催されています。